Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem Zweitkanal Exocon Raw und wieder zu einem neuen Teil der Visual Novel Tamayura Mirai. Und zwar Folge 6 sind wir jetzt. Und wir legen auch schon los. Viel Spaß dabei. Lodo suru yo. Lodo suru yo. Wakatta. いやよ、なんだか罪悪感覚えるから。だってそういうの、なんていうか、二人の関係割って入るみたいじゃない。そうかもしれないけれど、まだ私かマキナどちらを弟子にするつもりかも聞いてないのだけど。ひょっとしてだけど、まさかそこに並べてあるのがそうだっていうんじゃ。やっぱりあんな綺麗な人がこんな奴のことどうこう思っているはずない。私の考えすぎだったわ。
おお、これは魔法使い殿。いや、またお会いするとは、なんとも奇遇でございますな。ムク、どうかした？ひょっとして、またお化けいるの？どこどこ？どこどこどこ？また私には見えないでや。人の子はいつ見ても可愛いものでございますな。権化様、権化様ってあの権化様部屋、どこの権化様だろう。楽しい町の権化様なら私、お祭りの時、一緒に行列やったべよ。ねえねえ、ムックンも覚えてる？権化様も覚えてるって言ってくれてる？さすがは魔法使い殿、しかりでございます。知らないの？ニーバル八幡の権化様だよ。確か土淵村の権化様と喧嘩した時に右の耳が欠けちゃったんだよね。ねえ、でもね、ムックン、そのおかげでかえって霊験あらたかになったって言われてるんだよ。火事になった家に飛び込んで大きい口で火を食べちゃったんだって。おかげで村の人は誰も怪我しないで済んだんだよ。人気者部屋、きっとニーバルの権化様は喧嘩には弱いけど、その分優しくて一生懸命屋さんなんだよ。まことお恥ずかしい限りです。土淵村中野市の志士は旅力に優れたるはもちろんのこと、良き助言をくれる友でございますれば。
はい、こちらの娘子にうねどりのつがいが止まっているのを見かけましてな。麦わら帽子が思い出の地とは考えにくうございますから、そうなのでしょうな。娘子の人柄が自然とうねどりを集めてしまうのでございましょう。しかしなればこそ、昨夜魔法使い殿からお聞きした先行きのことが気にかかりまして。わかっております。とはいえ、それが姫君の化身である可能性もまた捨てきれぬわけでしょう。もしあの心優しい姫君が人の子から魂をさらっていくようなことがあれば、私はたまらぬ思いがするのです。いずれにせよ、魔法使い殿のお手を煩わせるわけにはいかぬこと。ご迷惑はおかけせぬようにするつもりでございますれば。おお、ここは学校でございますか。ムックンたち、なんだか危ないことしようとしてるみたいなんだもん。それに、もともと図書室で本でも読もうと思ってたから。昔、制服着てても小学生と間違えられて追い返されたことがあるでよ。こら、誰だ？学校に小学生を連れてきたのは。ガガーン！警備員さん、ひどいべや。ちゃんと制服だって着てるのに、間違えるなんてひどいべよ。不思議だ。なぜ小学生がうちの制服を着ている？コスプレか？なんだ、お前か。ひょっとして妹か何か？これはニーバルのゴンゲ様、ご無沙汰しております。え、警備員さん？警備員さんにも見えてるべ。おお、これは六甲子の人狼殿ではないか。よもやそなたが子供らを見守る役を追うようになるとは。なるほどなるほど、これほど心強いことはなかろうな。母、及ばずながら魔法使い殿の計らいでそういうことに。
当たり前だろ。もともと我ら山に住まう用意から村々を守るのがゴンゲ様のお役目だ。中でもニーバルのゴンゲ様は最も名を知られている。私とフツダツが暴れていた頃などよくげんこつをもらったものだ。だがな、最もよく相談に乗ってくださったのもこのニーバルのゴンゲ様なのだ。皆の世話をするのもお役目のうち、そう大したことなどしておらぬ。ご冗談を。あのバカも含め山に住まう用意であなたを尊敬せぬ者などおりません。魔法使い殿、いくらあなたでも非礼は許されんぞ。いや、そう持ち上げられても困る。魔法使い殿の世話になっているのは私の方なのだからな。なんと、どうも私はまだまだ魔法使い殿のことを甘く見ていたのかもしれんな。ただものではないと思っていたが、一掃一目置かねばならないようだ。いえ、私も認識を新たにしましたぞ。人狼殿もかつてはなかなかの暴れ者でしたからな。それを人の子が手なずけてしまうとは。ならばそういうことにしておきましょう。して結局のところどこへ向かっていらっしゃるので。どうしたんだろう、何かあったのかな。何やらお困りですかな、魔法使い殿。
なるほどなるほど、水の用意に直接尋ねようというわけですな。ならば、私が場所を移してもらえるよう交渉するとしましょう。私ならば、男も女もございますまい。それに魔法使い殿を使って、水の者を山の者が呼び出したと取られては、厄介の種にもなりかねません。何より、私自身が姫君のために働いてみたいのでございます。心配めさるな。もし頼もう。私を呼び出すとは不貞野郎だ。いえ、申し訳ございません。どうも私が間に入ったのが気に入らぬらしく、差し出がましいことをしてしまったようです。ムツキも自分で来るべき。なのに使いを出すとは生意気だ。しかも山のものを使って水のものを呼び出そうとは、ムツキも偉くなったものだね。ムツキもまだまだ子供だね。もともと深野は龍神様が治める巨大な湖だった。昔々は水の者たちの土地だったってこと。山の者たちは後から入ってきた。それゆえ我ら山の者も水の者には特別な敬意を払うようにしてきたつもりですがな。そうだ、山の者から呼び出されるなど誇見に関わる。みんながみんなじゃなくてもそう考えるものは多い。特にバカなくせに地位だけは高い上司とか。大人はいろいろ大変。
もちろん私の配下にもいい気がしないというものはいる。でも私はムツキに会いたくて会いたくて震えているので泣く泣く誘いに乗りましたとさ。私はムツキに会いたくて会いたくて震えているので、ただし怒りでな。言い方は違ってもそういう意味ではないのですかね、ムツキくん。震えろよ、私に会いたくて。だって本当はいやいや会いに来てたってこと？いいからどうなの？しょうがない、ムツキ。特別に許して死んでる。クックックじゃなきゃムツキを私のブラシボルグのサビにしなくてはいけないところだった。SSR 級ホーム、投擲すれば数倍の威力になる。魔法使い殿には女難の毛があるとの噂でしたが、なるほどなるほど。言われてみれば昨日から出会うのは娘子ばかりでございますな。しか来ないな。かつて白樹林道ヌバタマの御前がお住まいだった。おお、林道殿の名を知る者であられたか。知っているだけだ。あそこはもともと霊気が濃い。だからウネドリたちが羽を休めるためによく立ち寄っていた。そこに人が勝手に社を建てただけだよ。それでますますうねどりが増えたけど、
元は林道様のご座所。水神は水辺の守り神。空は飛べない。だから厚く信仰されながら沼は干上がった。お待ちを。しかし林道殿の気配は完全に消えたわけではないようなのです。勘違いじゃなくて、私があの方の気配を間違えるはずはございません。私が話したことは内緒だよ。沼から最後の一滴が干上がった時、林道様は霧の一部になられたんだとさ。霧ですか。そう、竜神の姫君であるヌバタマの御前は雲母に立つ霧の一粒となられた。私たち水曜の間では有名な話けど、その原因を作ったのは山神の眷属だという話でね、山の者に話してはいけないことになっている。うん、なるほど。それは大手もその姿を捉えることができぬのも霧の一粒となられたせいだとすれば、なんとなんとおいたわしい。むつき、まだ何か気になることでもある？そういうこと。魔法使いのむつきがそんな昔の色恋沙汰に興味を持つなんておかしいと思った。そっちの獅子が林道様を裏切った男なんでしょ。確かに神が先行きに魂を連れ去られたら大問題だけど、それはない。あるわけないよ。
先行きは定期的に現れる要因に過ぎないよ。それに林道様は霧になった。もともと関係ない。なるほど、魔法使い殿のご懸念とはそういうことでしたか。いえ、どうか愚かとお笑いください。実は先行きの話を聞いたとき、私はどこかでそれが林道殿であってほしいと願ってしまったのです。たとえどのような姿に返事ようと、もしも私を待っていてくれるなら、それを嬉しく感じてしまうのです。どれほど危険があろうと、万難を排してでもあの方のもとへたどり着くべきと考えてしまうのです。だから無駄だよ、もう。林道様はどこにでもいるし、どこにもいない。そういう存在になった。そうでしたな。どうもめめしいことを申しました。待って、ムツキ。うん、忠告したいだけ。あれを連れ回すのはいいことじゃないから。ねえねえ、ムック、まだかかりそうかな。よくないよ、ムツキ。私は情報や、ごまかしてるのはムツキの方だ。ムック、ひょっとして本当はまだお話の途中だったかな。
それなら待ってる間に行ってきたよ。だからもしムックンのご用事が済んだならもっと一緒にいたいなって。まあ、そんなに恐ろしげな顔をしているくせに意外と気の小さいところがあるのねそういうところも私は可愛いと思うけれど。しかし林道殿、あなたの住まう池が沼になってしまったのも私が通うようになってからのこと。噂に根拠がないとまでは言えますまい。だからってそれが水のものと山のものが交わるせいだなんて噂本気にしているの？深野から水が引いていくのはお父様の力が弱ったせいだわ。つまり自然に起きたことに過ぎないの。みんなそれを認めたくないだけよ。そうは申しましても同じ神とはいえ私は注意の存在。竜神様の姫である林道殿とでは身分が違うとやっかまれてきたわけですからなまさに許されざる恋ね。これ姫君ともあろう方が橋殿ございますぞ。あら、身分違いと分かっていながら竜神の姫に命令する気？注意の神様さん。林道殿はずるうございます。許されぬことと分かっていたのだ。さにとて振り分かっていた。私は分かっていたというのに。いい加減に目を覚まさぬか。そこをどかぬか。林道殿がお待ちなのだ。我らには我らの分がある。お役目がある。それを捨ててまで女に走るつもりか。お役目をおろそかにしたことなどない。ならば村を抜け出しどこへ行こうというのだ。知れたこと。お主とて分かっておるのであろう。どれほど思うても結ばれることなどないと分かっておるはずだ。
それでも叶わぬ恋に身を焦がすなど、お咎めを受けることこそあれ、後には何も残りはせぬぞ。よせ、それこそ最初から知れたことだったのだ。よすものか、お主ほどの獅子が、友の将来がかかっている。見過ごせるものかよ。力ずくでも止めてみせようぞ。何、どうしたのだ。お主ほどの獅子がこの程度で参るはずはな。耳が、すまぬ。傷つけようとまでは思わなかったのだ。すまぬ。いや違うのだ。お主の言う通り、私には分かっていた。迷いがあったのだ。それが出てしまっただけのこと。決してお主のせいなのではない。私は分かっていたのだ。すまぬ。友よ、すまぬ。謝ってくれるな。お主の一途な思いは決して間違いなどではなかった。ただそれでも叶わぬことはあるのだ。それだけのことだ。だから謝ってくれるな。決して。待て、この匂い、いかん、火事だ。おお、しかもお主の村の方ではないか。急げ。しまった、私が村を開けさえしなければ。すまぬ、みんな無事でいてくれ。すまぬ、リンドウ殿、すまぬ。いかん、いかに我らでもこれはもう。おい、中からまだこの声がする。友よ、後のことは頼んだぞ。あれはゴンゲ様に違いない。ゴンゲ様が火を食ろうてくださっているのか。みんなまだ諦めるは早いぞ。ゴンゲ様がお味方じゃ。そーら、みんな力を合わしなせ。それもこれもゴンゲ様のおかげべな。みんなでよくよくお祭りせねば。孫っ子を助けいただきありがとなっせ。いくら感謝しても足りませぬ。ありがたや、ありがたや。なんとけなげな者たちか。私が村を開けさえしなければ
もっと早くに火を消し止められたろうに。命を賭して飛び込むことも当然だというのに。ああ、やはり私にはこの者たちを見捨てることなどできん。村人たちを守ることこそもともと私のお役目なのだから。このようなやりとりさえ楽しく感じるとは。あなたの言葉と思えば、どのような言葉もそれだけで愛おしい。あのような手紙を書いておきながら、私はまだあなたを愛してしまっているのだ。確かに私は意気地がない。これでよかったのだ。池は沼になってしまったが、私が近づきさえしなければこれ以上干上がることもないはずだから、これでよかったのだ。先生、そろそろお昼の時間になってしまいますよ。はい、先生。様が夢とは一体。手紙を、別れの手紙を権化様から。
はい、それは構いませんけど。先生ったら一体。それに、恋文、でも以前に別れの手紙も送っていたと。ならひょっとしてあの時も。けど果たしてそんなことだとしたら、とても悲しいこと。私に先生のようなお力があれば、あるいは